公演ありがとうございました。そう、足めっちゃつった今日。なんでやろう。今日頭曲からユニットまでにアクエリ1本飲み切ったぐらいめっちゃ水分も取ったし、アクエリも飲んだのに、あのめちゃくちゃ足つった。めっちゃ危なかった。暴れてた後半ダウトから暴れてました。え、可愛いよな。そのまんまでいい？お疲れ様でした。いや、レナも恥ずかしすぎて笑った、さすがに。嘘やん。今日の第六巻はなんか結構なんて言うんやろ、今日の第六巻はなんか大丈夫かなって思いながらやってたから、なんか大丈夫かなって思ってる顔になってるかなって思ったけど、褒めてくれて嬉しい。ちょっと待ってね。普通に私生活してるんやけど、ごめん。普通にごめん。普通に私生活しててごめん。止めちゃおう。止めちゃっていいかな。何この前髪。ちょっとケープでさ、前髪が動かない可能性があるんだが、まあいっか。論法欲しいな。え、てかさっきさ、配信始まる前に思ったことがあって、結構レナって歌ってるなって思った。一人の時とか普通に歌ってるやんっていうのに気づいた。さすがに一人は、まあ、歌うのはたまにあるか。これかきれないと思った。あ、こっちか。ブー太郎でした。ブーちゃんも可愛くね、仲良しみたいな感じで。そうなの。めっちゃね、切った。え、マジでさ、なんか今日メンバーもさ誰も気づいてくれへんかった。ガチめちゃくちゃ切りました。
これ服黒やから分からんか。すっごい落ちた。え、めっちゃ切った。結構切りました。ほんまに切れのめっちゃ可愛いと思った。ありがとう。ね、案外歌ってた。おでこパワー。え、本当？嬉しい。イエーイ。そう、昨日の夜シャンプーいつも3プッシュぐらいするんやけど、いつも3プッシュしちゃった。いつもと一緒で2プッシュでいいのに。ひんこさま、ほんまに前髪を下ろした方がいい？なんかケープやしさ、なんかデコに悪いかなとか思って。じゃあ下ろしとこう。まあ、レナ的にはどっちでもいいんですけど、もうお風呂入るから。なんか真ん中だけ分厚くね。そうそうやねん、めっちゃ切った。腹までやったの。え、どこどこ、かきれなのモノマネをしてくれるってこと？かきれながモノマネしてる？うん、今日ねファンデーションもパウダーも変えたの。もうファンデはめっちゃ前に使ってたやつに戻っただけなんですけど、シャンプーにプッシュ。え、そうなん？半プッシュぐらいでいきそうやけど。何がトリートメント？え、みんな絶対さ半プッシュとかで良さそう。男の人は、髪短髪の人は。だってレナでもさ2プッシュで全然洗える。雪降ってるん？北海道ガチ？嘘やん、やば。でも今日確かにめっちゃ寒い気がする、いつもより。うん、それな、全然違かった。おつれな。3ミリ3プッシュ、1ミリに1プッシュずつってこと。こんばんにゃん。え、でもファンデはいつもより白くないと思う。あんま変わらん気がする。変わるんかな。いや、色は変わんないですね。やっぱこっちのファンデの方がいいわ。なんか合わなかったです、今まで使ってたファンデ。今までっていうか今まで、まあ戻ったんですけどね。ファンデーションなくなって新しいやつ買って、その新しいやつがあれって言われて、なんかちょっとあんまりで、新しくバニラ粉がで詰め替え持ってたから、詰め替えを今日開けて、ファンデクリを使ってる。あ、多分黒い服やからやと思う、絶対そう。ツープッシュしてあいに。え、だから多分白やったらほらそんなになんかピントが合ってない。まあこんぐらいですよ、ほら。おお、全然違う。雑って怒られちゃう。うん。長い曲で上手から下手見て。上手から下手？上手から下手見てと？
嘘やん。上手側に三吉さんがいたから笑ったけど、上手側に行った時に上手にいる三吉さんを見てたけど分からへん。声入りたびダンスレベルアップして、ほんまにめっちゃ嬉しいねんけど。嬉しい。なんか最近なんか制服の目で頑張ってる、レナ的にもなんか楽しく頑張ってるつもりだったんだけど、なんかちゃんとやってるみたいな感じで言われて、ちょっとなんかやってるのになーって思ってたので、嬉しい、嬉しいですね。怪我せいよシャンプー泡立てで使うってこと？めっちゃ時間かかるくない？それ、大丈夫なのかな。え、バカでかい、バカでかいです、バカでか。そう、メガネ完璧。最近長野とか確かに寒そう。マジ限りのおもろかった、観覧車の。そう、三吉さんいたから、そうそうそう、かわいいよね、黒み。やけどね、気にかけないが視線から来ました。え、嘘、どこで暴れてたん？共感し、幽霊いたかもしれん幽霊いたかも、ちょっと泣きそうなった照れてる、かわいいやろ、ほろほろほろカプ、うん、マジでかいよな、でかさ、さでかさやっとくわ、わかるようにそうえ、かわいいかわいくね。好きになりそうってことは好きってことだよ、もう。え、なんかピノキオ軍と最後のピノキオ軍のところと楽園とダウトで足がつっちゃってカクンってなりました、やばいと思って。谷さんに雰囲気似てるってめちゃくちゃ言われますね、めっちゃ言われる、めっちゃ言われる。なんか申し訳ないんですけど超言われます。だからなんか嬉しいので、そうで、なんだっけ、大人の世界やったんですよ、周年コンサートで。で、衣装が谷さんのでしたって言ったえ、かわいいじゃん、手とか広げちゃっておいでってやってるそう、めちゃくちゃ足つっちゃってちょっと暴れてた、めっちゃ。なんかピノキオはまださ、ギリ曲が暴れてる曲やからさ、いいとして、そう、笑えない曲とかあるじゃないですか。楽園でイエーイかな、いっちゃん最初のじゃイエーイかなちょっとどっか忘れたけどで、足がつってちょっと笑っちゃった、笑っちゃった
ちゃいました。めちゃくちゃ痛かった、焦った。しかもさ、なんか太ももとかならまだ動けるから、なんかレナの経験上なんかバスケとかしててもまだ動けるからいいねんけど、あのふくらはぎってもうつったらほんまにもう次の日まで痛いからさ、あの何傷ついて筋肉かなんかがめっちゃ痛くなるから、マジつる前に、ふくらはぎに関してはつる前につらへんようにしなあかんから、ピキってきた瞬間にやばいってもう力抜くしかないねんな。ピキってきたら力入れたらもうつって炎症してまうから、傷ついちゃうから、ピキってきた瞬間にもう一瞬でやばいやばい痛いつったちょっとマジで焦りましたマジで焦った。ふくらはぎはね結構痛みが残るから、そうちょっと無理したらダメなんですよ、ふくらはぎに関して。他の場所はまあまあまあちょっとつっても痛いけど、なんか次の日にそうって感じやから、え、わかる。そう、寝てる時とかマジでやばい。え、人生3回ぐらい寝てる時にふくらはぎつったんですけど、マジでお母さんマジで夜中にね叫んで、一回なったらマジ永遠治らへんやん、あれって。そう、ちょっと何回もつっちゃった。なんでやろう、たくさん水飲んでたのに。うん、やばいと思ってちょっとマジで焦った、ほんまに焦りましたねしかも栄養ドリンクも飲んで、頭局からユニットまでにアクエリも1本飲んで、喉乾いて、薬マジ飲もう。なんか、まあ、体質なのかな。一番上のお兄ちゃんとお母さんってもう昔から足つるっていうか、もう体がつるんですよ。なんかあったら冷えてもつるし、疲れすぎても使いすぎとかでもつっちゃうしだからまあまあまあ体質だから仕方ないかなって思いましたが、今日に関してはちょっとびっくりした。釣りすぎてカクッやばい。でも瞬時に対応したので危なかったけど、ピノキオ軍はマジで危なかった。やばいやばいやばいってなってました。セーフ。みんな普通にしまう。え、かぎれなおメガネ普通にしまうやん。じゃじゃん感じでしまってるけど、言われたらできる。え、わかる。え、それめっちゃわかる。あの力入れてさ、わかるわ。けどちょっと癖になっちゃうから、疲れてる時にやったら足ね、ふくらはぎってマジで涙出るよね。うわ、マジでわかる。そう、一生治らへんのっていう気持ちになる。マジでわかる。マジこれやね、足つった時ってマジでなんかもう、え、一生治らん、もうどうしよう、もう痛すぎて無理みたいななるんですよそう、ちょっと危ない。そうなったらちょっともう嫌やん、吐けなあかんしさ、もう吐けることもできるかわからへんぐらい痛いからさ、ふくらはぎって。なんかちょっと危なかった。カクってなった方が、まあ、見栄えは悪いんですけど、まだマシやったかなっていうえ、マジさ、ここ最近の制服の目のメガネはプロ、ごめんけどプロ、普通にプロですね。メガネ屋さんで働いてるかなっていうぐらいプロですね。しまうの、ありがとうございます。結構私がうまいんじゃないですかね、一番。はいそうそう、癖になるんよな、わかるそう、暴れる、マジでうわーって暴れる。
転がってコロコロコロ。キラのことめっちゃ見てるやん。もしかしてキラのこと好きなんじゃない。はあ、何言ってるんだろうね。一番好きでしょきっとレナのことが。え、嘘やん嘘やん。表情ほんまにほんまに結構なんかストーンって感じじゃない。メガネなんか日によって違う。日によってっていうかなんか違います。決まってないですね。衣装は決まってるけどメガネってあんま決まってないです。キュウシキュウシイヨーン。こばー結構していいよこえりました。リアンコインや嬉しいよ嬉しいよ。メガネは自分で選ばないです。置いてあるって感じかな。知人でさ履けるやん。でメガネを取りに行って、あ、今日来れないんやみたいな。それまで知らないですね。おしとやかやん。だっていい、別にあのメガネをかけるとかじゃなくて、あのメガネをかけなくてもおしとやかなので、はい、申し訳ないが申し訳ないがね。そうやね、大きめやった。前回もそうだった。そう、え、マジでさ、なんかちょっとメガネないんですけど、あ、あるかな。あー、多分実家ですね、メガネ。え、マジさ、メガネってここに棒があるじゃないですか。ここメガネがあって、ここ棒があって、かけるね、耳に。これをまあしまうやん、パタパタってしまうやん。でポッケに入れるんですけど、このこっちの手前の人がポッケに入らずに、わかる、このここのここだけポケから出るっていう、あれしちゃったらもう終わった。もう一回もう一回出してちゃんと入れ直さなあかんから、あれは結構危険危険。集中力結構いるな、メガネ。まあ、最近は結構達人なので。かわいい。おめでなー劇場。ありれな。劇場初デビューなんですよ。ありがとう、めっちゃ嬉しい。嬉しかったな、来てくれて。マジで嬉しかった。パチ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 。じゃあお祝いの儀式いくか。お祝いの儀式行くね。でかいですねこれ結構。お祝いの儀式なう。レナの手紙得たあかんからこれや。ガチで拍手やって。ガチで拍手してそうで、え、かわいいやん。はぁ、めっちゃかわいいやん。これ頭があのもうすんごく重くて、こうね
体がとても柔らかいんですけど、頭がおにぎりで結構こう重いんですよね、重心が。だからこのこうやって持った時にもう頭がグングン乗ってさ、危ないんですよ結構ね。よっしゃ、じゃあはい。え、待って、これよくね。あ、でも見えへんのか。じゃあ無理やわ。まあ今日もここでお願いします。いいやん、いいやん、いいやん、いいやん。ここかな、こういうとこ。OK、 来た来たぜ。こうよしよしみたいな、よしよしみたいな感じ、よくない？よくない？結構いいじゃん、儀式。よくない？え、これガチよくない？頭なでられてるみたいな感じで出てるよね。いいじゃんいいじゃん、いいじゃないんですか。てるてるって言われてる、てるてる坊主って。気がするがめっちゃおもろいねんけど、確かに目合うよなこれ。怖い？いや、聞き顔？聞き顔何？聞き顔何？どっちだった？確かに夜中ね、夜中見たら怖いかも。ずっと見ているよ君をね。振り返り書きの方が良かった？ほんまに？ほんまに？じゃあ、トーク会じゃ全部後ろ向きでスタートして、ねえ、書きれなーの一言で何？で振り向くな。それでいくな。じゃあ次から1月じゃないわ、11月と12月。うんうん、それで OK？それでオッケー。これは実家に持って帰ったら、まあ、この2匹は実家に持って帰ったら 100% ブー太郎にやられるので、もう絶対ここで、はい、さすがにね、自分のことを噛むのってみんな思うでしょ。噛みますからね 100%、はい、なのでこれは段々に出てきた、出てきた、段々段々見てた、見てる。最近さ、アニメとかドラマをバカ見てる。やばい、口悪い。たくさん見てます。振り返った瞬間、お時間。いや、マジでもうやばい、やられますね。もう1日で終わる、この2匹ブー太郎の前に出したら。確かにブーちゃんはなんかちっちゃいなんかマスコットとかでも、なんかレナはちょっと意地悪だから、なんか可愛いねー
みたいなマスコットに言ってマスコットボーンって投げたらめっちゃやばい、もうふわー暴れてるマスコット食べてやばいよな。ドラマ見てないか。ボスベイビーはちょっと見てますね。ボスベイビーとおかしなガムボールと、ガムボールはもうちっちゃい時に全部見てたからわかるんですけど、再放送みたいな感じで見てるんですけど自分の中でマジでガムボールマジで面白いからみんな見た方がいい。あとボスベイビーとガムボールと、こういう話をバブルでもしたいんですけど、バブルはちょっと言えないのでいつも濁して言ってるんですけど、あとねまちみまる子ちゃん見てる、しんちゃんは見終わっちゃって、うわ録画された炎上あれも見た、そうそうさっきのダンダダンみたいなあれめっちゃおもろいキラントの人たち羨ましいと思っております。そうなの、楽しくしようじゃあ、あれだと思う。ふうふう、ほらこの人もふうってやってるでしょ。なんか Hulu も入れてたんですけど、あんまり見ないなって思って、旦那の一夜でやめた。マジめっちゃおもろいのに、めっちゃおもろいかはわからないけど面白いですね。見終わっちゃったかな、でも今配信されてるやつは。あ、そう、Hulu見てたけどネットフリーかな、全部今は。あと何だろうな、あと猫、赤猫だっけ、ラーメン、あれ見終わっちゃった。え、あとあの猫のユキチ、できる猫は今日もなんちゃらみたいなやつも見終わっちゃった。めっちゃおもろかった。あと何見たっけな、忘れた。カンドラも見てる、今でも一個だけカンドラ見てるのは隣のパーフェクトなんちゃらみたいなかな、確か多分題名合ってる気がするなんちゃらの時点で合ってないけど、多分今見てるのがそれな気がするあと何やろうな、あとなんかある、最近のドラマアニメなんかあるかな。そうそうそう、できる猫は今日も言う、それだそれですなんやろ、あとでも結構見てた。あとなんか最近やってるドラマかな、なんかドラマさやってない。兵庫帰ります、帰ります。え、結構あと2週間は何もないかな、確かだからちょっと、まあ、大学とかもあるので11月っていうことで、まあ、大学ありますよね、とりあえずね。今日の編み込みめっちゃ綺麗じゃない？コメント欄何？忘れての死んだ
大学院を食べるだけかもしれん。ありがとうございます皆さん、大学デビューさせていただきます。ありがとうございます。JK と JD なんかありました？ JD をまだ経験してないので分かんないですけど分からないです。何も今はまあ普通にね SKE って感じですが、まあ、大学のことはねちょっと忘れてるんですけど嫌ばいよな普通に大学院も食べます。はい、半年でよくしか行かなかった。えレナなんかさ4月から11月まで0回ついなめてるって感じよな。だってさ最初の方とかさ大学から電話とかかかってきててね、なんかこれ提出が明日までですとか、なんかこれの応募が明日までですよみたいな、結構ギリだったので大変で毎日で、なんかあーごめんなさいみたいな、すいませんもう今日の夜絶対に出すので明日には届くと思いますみたいな、そうなんか何の授業受けるとかいう書類とかをさなんか全部書いたり送らないとダメなんですけど、本当に電話かかってこなくなりました、すみませんえマジ電話してください、大学の人もし見てたら100% 見てないと思うんだけど、もうお願いします、もう電話してください、もう俺ら何も分からへんねん、なんかもうやること何やればいいか分からへんし、なんかもうなんかもう何やればいいか分からない、本当に本当に分からない。だってさ大学の話とか高校でさ教えてくれへんかったし、もう教えてくれへんかったっていうか、高校のなんか大学の話みたいなある時とかも行けてないしさ、まあ行ってもどうせネットからもあんまり変わらんと思うねんけど、もう本当に本当に私も努力はしたいんですが、本当にはいしたいんですよ結構なんか、はいすいませんいや頑張りたいんですよ私もね、頑張りたいんですけど、私もやりたい気持ちはあるんですよね。休みがあって寝てしまう、これ良くないと思うんですけど、でもなんかロングスリーパーって起きれないんですね、寝てても。もうだって今日とかさなんかね、今日とかマジもう一生寝てた。なんか何時に起きるって決めてアラームをかけて、その寝るときはさなんか明日は絶対にこの時間に起きて、もう絶対こうやって準備をしてもうちょっと余裕を持ってみたいな、そのもうこれさマジもう共感してほしい、マジこれ悩み、普通に悩み、普通に悩み、じゃあ悩み相談すんな今から思うじゃんか。でなんか次の日の朝のあまあ普通にアラームかけるやんか、でアラーム鳴るやん、そしたらもうなんか今起きなあかんのは分かっているのに待ってみたいな、もう寝て3秒しか経ってないのになんでこんな時間なのってなって10分追加みたいな、でもこれを永遠と繰り返して家出る15分前に起きるとかいう、ほんまにこれマジで悩みやねん、病院行った方がいいやつかなとか言っといたらみんなにバカにされへんみたいな思ってるかもしれへん、ないんだけど、ガチで悩みで本当に起きれないんだよね、本当に起きれなくて、マジで起きれないの。公演の日とかも結構、まあ公演って夕方からやから集合とかも結構遅いんですけど、マジで夜のその1時とか2時とかにちゃんと寝ても
起きられないの。なんでなんやろ。え、ガチガチ、これこれほんまになんか分かってほしい。え、そう、怠けてるわけじゃないね、決して。え、ガチこれなんかレナが言ったらさ、なんか説得力ないみたいな感じで出てまうやんか、出てまうやんかっていうか、なんかまあ説得せようと思って言ってるからさ、ちょっとあれないけど、なんか変な髪の毛出てるからね、まあ、大丈夫か。うん。マジでさ、なんかあのほんまにマジってほんまに起きられへんねん。もう仕事やから起きれるだけで。え、マジだってさ、ほんまに起きられへん。え、マジマジマジ普通にね。なんか厳しくない、みんな気持ちの問題。え、厳しない、ダメ切り替え、え、厳しくない、起きられないんだわガチで。これ結構悩み相談やねんけどさ、悩み相談聞いてくれたりしないですよね、すいません。マジでほんまにさ無理なんですよね、本当に無理なの、ガチなのこれって、結構ガチで。そう。え、マジ習慣なら、もうだって小学校の頃からもう中学まで高校もほんまにもう全然起きられない。マジなんか高校の時とか電車通学やったんだけど、マジでもう電車も立って寝てた、ガクッみたいな、すいませんすいませんってなって焦るねんな、やばいめっちゃ寝てたと思って、危なって考えながらまた寝てるみたいな、やばい起きなみたいな、やばいやばいガクってなった、恥ずかしすぎるみたいな。いやこれガチでさ、笑ってるけどガチなんよ、結構結構ガチで、本当にね、本当に本当に結構ガチなんですよ。マジでやばいねんな。おもろ、みんながなんか結構あれですね、真剣な人が多いね。いや私も真剣ですから、はい真剣です、結構はい。皆さん厳しいのは甘やかしは本人のためにならないからね、かきれだ可愛いから起きなくていい。死んだ、マジでおもろい。一応かきれだのみんなの好きなところはあのこういうところ、なんかあのかきれだのファンの人もなんかかきれなはできるんだからみたいな、こう真剣に語ってくれる人のもう次のコメントがかきれなはやらなくていいとかさ、もうかきれなのコメント欄の好きなところはもうこういうねおもろいところですよね。ガチでおもろいねんけど。もうほんまに何みんなっておもろいな。ガチでおもろいわ、ほんまにこれ結構こういうところが好きですね、みんなの。みんなの好きなところですね、こういうところがね結構、はい。マジでおもろすぎてやばい、ほんまにおもろいですね結構。待って、少しバレた、死ぬ、マジでおもろいねんけど。あかん、ほんまにおもろい。そう、真面目なコメントがほとんどない気がするやんけど、なんかたまになレナのため思って、そう真面目なコメントも出てくるんやけど、それを反するコメントがもう上下にあるっていう。あかんわこれ、めっちゃおもろかったんやけどさっきの。マジでおもろい、
これレナのお兄ちゃんに見せたら絶対笑うわありがとうございます、楽しい時間をほんまにおもろい甘やかされてたんでね、ダメですよね、本人のためにならない、まあけど可愛いから寝ててもいいっていうすいません、ちょっとなんかどっちを選ぼうか迷いますよねめっちゃおもろくなかったマジおもろかった、ありがとうございますえでも案外さ、赤切れなのコメント欄ってなんか多くないですか、結構真面目なコメント、それよくあのダメとかじゃなくて普通になんかレナを、あこの人って結構レナのために思ってくれてるのかわからないけどなんか結構なんかあるじゃない、かきれなはこうなんだからこうがいいと思うよみたいな、おえ結構見てくれてるやんみたいな思うんですけど、え多くないそういうコメント、え分からん案外ない、それなにしてはかきれなルームにしては案外ある方かなって思うんだけど、どうかなあくはめっちゃおもろかったそうそうそう、可愛いから何でも許されちゃうんですよ私って、すいませんすいませんえガチでも起きられへんのは結構お悩みです、すでにマジでごめんなさい、やめる、なんでよ、いいよ真面目で、真面目でっていうかさ、なんか全然ね思ったことをいてててあった、あぶな、あぶな、セーフセーフセーフ、ガチでおもろいです、みんなって最高ですね、はい、うん、俺からしてもらえば確かにね、許してくれるのはルーム内だけだから長いからのマジで無理、ほんまにこういう、こういうことですよねあかんわ、ちょっとなんか今日おもろいなみんな確かに機嫌悪くなる、機嫌悪くなるだから言わないでそれを分かってるってことね、みんなマジおもろいな、ねずこ、ねずこ、ねずこ嬉しい、ねずこってなんか食べてるよね、こういう食べてますよね、竹、竹みたいな、声かわいいよね、ねずこ確かに、でもこれかわいくなかったらやばいってこと、じゃああかんやん行った、向き合わせてた、痛いよかわいいろ、今日知ってるほろほろです、あ、食べてないわ でもさ、なんか真面目なコメントっていうか、え、なん、確かにスルーしてるかもスルーするね、うん見てはいますよ、全部で、ね、コメント全部は見てるえねずこ可愛くない？可愛い。スルーしますね。スルスルでしょ、ほら。それやとか、なんていう、そのなんか。こうした方がいいよ。まあ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 。ありがとうございますって思ってますよ。思ってます、それは。けどさ、なんか、それ読んで、ありがとうございますだけ言ってもなんかほんまに伝わってるみたいな感じで、そういうコメントもまた来たらあれかな
言い訳してておもろいねんけど言い訳じゃないんですけど、はい、違います。じゃあさ、あの真面目なコメント読んで、あの送ってほしい、みんな。真面目なコメントじゃあ一旦送ってみて。かきるな喋りすぎだよねみたいな。かきるなはなんかあんまりそう、うるさいとか。黙るんじゃんレナ。もうそのコメントばっかやった、全部スルーしてばっかり。黙るかもしれん。マジでおもろいですね。まあ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 ね、そうそうそう、美人、結構これこれ完璧ですよね、美人の完璧。金になす。ちょっとスルーしようかもやったけど。夏カレーは入れるよね、夏だったら。朝はきちんと着るべきだよ、ですよね、ですよね。ちゃんと大学来た方がいい、ですよね。え、全然怒ってないです、嬉しい、なんかレナのためを思ってくれて言ってくれてありがとう、みんなめっちゃ嬉しい、ありがとう、ありがとう。ギョードさん、ちょっと姿勢姿勢貴族正しい姿勢した方がいいですよね、ありがとう、嬉しい、わかる、レナ思っててん、規則正しい生活した方がいいかなって思ってた。どうこういう感じ、思っても裏も出すっていう。よくないこれ、解決法かもしれん、これが。これ結構解決法かな。何するやから。なんとか、でもなんかあのそう、裏も出していくわじゃあっていうの。規則正しい生活はしてるかもしれん、レナの中の規則は整っている、結構ね、はい、だからなんかあのいっかなーみたいな感じかなね、ツボ浅いよな、なんか本当に笑ってるのみたいな、本当に面白いと思って笑ってるのか、なんか面白くないけど笑っちゃうのみたいな言われるんですけど、ほんまに面白いと思って笑ってるんよな、なんかたまにさ、なんか面白くないことでその人だけのツボがあって、それがレナか、いやちょっと待って、よく考えてみよう一旦。たまになんていうん、えここほんまにそ、えおもろくなかったやんっていうところでめっちゃ笑う人がいますよね。でも私は面白いときに笑う。一緒かな、一緒なんかな、ツボが浅いのか、たくさん笑いのツボがあるのか、あんまりわからないけど、なんかエレナのいいところか悪いところか分からへんねんけど、なんか例えばさ、なんか誰かが普通にこうやって話してて、なんかレナの中でめちゃくちゃ面白い言葉を一言言ったとするやん、なんじゃんみたいな言ったとして、その人は普通やし周りもそれを聞き流してるんやけど、なんかレナはその単語しか入ってこへんくなって、えこの単語、えもうこれでこういう思いで言ったんか、えそれってめっちゃおもろくないみたいな、なんかあの考えてまんねんな、その単語に関して、でなんかえおもろーみたいなのって、はもうなんか分からへん、伝えられへんねんな、みんなには。みんなにはちょっと伝えられないんですけど、なんかよく考えても面白っと思って笑うのがツボが浅い人やん、やねんけど、なんかツボが違うのかな、じゃあ、いや、え、分からへん、ツボが多い。なんかめっちゃ考えてまんねんな、え、この人ってこういう思いでさ、この言葉言ったのめっちゃおもろくないみたいな。
なんかちょっとほんまになんか伝わってほしいな。でも絶対伝わらへんと思う。なんか感覚、おもろい感覚がある自分の。ツボが多い、多い、浅い、ちょっとわかんないですね。はい。なんか笑ってまうねんな。あ、いいね、感受性が豊か、いいじゃん、それでいこう。なんか頭良さそうやし、それ言っとくわ。なんか、そう、案外ね、考えてるわけですよね、結構。多い。最初泣きてそうだった、ほんまに。おもろ。え、わかる。わかるわかるわかる、こっちゃんのツッコミバカもろいよね。わかるわかる、めっちゃわかる。そう、よく笑っちゃうんですよ。よく笑っちゃう。よかった、笑う子好きで。笑う子好きでよかった。みんな笑う子好き。よかった。よかった。よかった、笑う子で。でも笑いすぎなんかな、ツボが浅いのかって感じ。なんか本気で笑ってる時と、なんか笑ってあげてるみたいな時あるじゃないですか、マジで。なんかその違いが、その違いがなんかレナはわからないみたいな。え、わかる、なんかわかりやすい、なんじゃら笑い、なんやったっけ、なんかへえみたいな、へえみたいな、誰かが言ってみたいな、え、ほんまに笑ってる、なんちゃら笑いやみたいな、言わへん、なんやったっけ。なんやったっけ、あー、それ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 、愛想笑い、愛想笑い、え、愛想笑い、え、ひらがなにしたらさ、愛想う笑いじゃないん、愛想、なになに、どっちどっち、え、愛想なん、愛想笑いなん、やば、危な、世間に弾かれずに済んだ、今知って、愛想笑いを、愛想、愛想笑い、危な、セーフ、これ来年やっとったらもう世間に省かれてましたね、20歳なので。危な、19でセーフ、セーフ、え、ガチ、あーね、どっちでもいいんだ。でも漢字にしたら愛想笑いやんの。ねえ、待って、初知り、弟に教えてあげる。レナが勉強教えられるのは弟しかいないっていう。弟しかいないから。あ、スクショ、あー、指さしたところにあるのかな、タワーって。目で、目公園だったのね、だったので、制服の目、あ、やばい、見える、ピース、バイバーイ、ごめん、ごめんな、ごめん、スクショタイム全然成功タイム、ごめんね、明日からもう燃えて頑張ろう。ありがとう、ありがとう、お伝わ、気をつけて帰ってね、おやすみ、みんな、ありがとう、愛想笑いね、愛想笑い、オッケー。また明日起きます、規則正しく。規則正しく生活しますね、はい。規則正しいって言ったら朝の5時に起きてるとかかな、それでいくわ、じゃあ。バイバーイ、あごぴ。あごぴー、バイバーイ、おやすみー、また明日ねー。